まずは乾杯しますか。あ、乾杯します、うん、じゃあ乾杯しようか。はい、乾杯。はい、はい、そう、ルキは新人やけど、でもスイートから入ったら売り上げめっちゃ伸びたんや。そうですね、あの、もともと違う店舗に入るかなって思うんですけど、もともと僕結構違うところでやってたんです。それで一部営業だったんで、あ、スイートしかね、うん、じゃあ、そうやってなって入店したんですけど、なぜですかね、やっぱ。あの他の店舗の代表さんの方がいろいろ、まあ、23ヶ月呼んでるかって、めっちゃガチガチじゃないですか。ミヤト代表ってね、そう、あの、良くないとこだよ。全部任せましたよ、人に。人に丸投げなとこは良くないとこだよ。はい、ということで、あの、まあ、3ヶ月経って、はい、シャッフルと、シュガーと、スターダムから一部出たけど、はい、どんな気持ちでこれからどうしていくみたいなのある？やっぱライバルって言うんですよね。もちろんもちろん、うん、やっぱめっちゃ意識するよね。そうですね、うん、でも僕らの方が先なわけじゃないですか。そうですね、一部のノウハウに関しては僕らの方が上だと思ってるので、うん、ね、まあ、負けるつもりはないかなって僕は思ってます。うん、そうですね、うん、リーダーライヤとか。そうですね、2店舗できたんですけど、うん、まあ一部といえばスイートって言われたいんでね、していきたいよな。はい、もうそれは間違いなく。なんでね、まあ良きライバルなんですけど、やっぱりスイートが一番だというところを見せたいですね、しっかりと。全然酔ってないやん。全然酔ってないやん。酔ってないよ。おい、居酒屋じゃねえんだよ。いいじゃん、別に酔ってない。合コンみたいになってますよ。なってねえよ。じゃあなんか最後になんか抱負みたいな言って締めようか。一人ずつ言いますか、これ。そうね。ルキア。抱負は、そうですね、うん。年内は多分厳しいんで、あの、それ来年、うん、以降かもしれないですけど、うん、いつか僕は、この代表を止めてみたい。うん、おー。V 記録、V 記録をってことだよね。サスケは。はい、まずはね、今月、新人王という。あー、そうだね。もう絶対取るから。うん。うん、頼もしい。やっていきましょう。じゃあ、まあ、多分この動画がアップされる頃にはリーダーになっているであろうカイジ。来月ぐらいか。もうね、はい、なっとるかもしれないカイジです。はい、まあ、今年は、まあ、だいぶ後半伸びてきたんで、来年はまあその波崩さずに、まあ、代表倒すのもそうですけど、もう先にリーダー2人に上がられたんで、それ以上はもう絶対僕が先に上がってやるって感じでやっていきます。なんで皆さん応援よろしくお願いします。えいえい、リーダーかやでは。僕ですか、僕、あの、売り上げもそうなんですけど、絶賛彼女を募集中なんで。はい、ガチやん。絶賛彼女を僕募集中なんで。お前オチに回すなよ。俺喋りづらいやろ。E カップ以上ね、E カップ以上の僕しかない。E カップ以上の彼女は欲しいんで、よろしくお願いします。あの、こちらに。よろしくお願いします。はい、みんなで、みんなで。ライア。はい。そうですね。はい、さっきも言ったんですけど、2店舗、シュガーさんとシャッフルさん、新しいのできたんですけど、まずはスイート1番のお店を作っていくのと、まだまだ従業員欲しいので、まだまだお金が欲しい人とかね、いっぱい集まってくれれば、もうスイート1番絶対狙えると思うんでね、僕は。狙いたいね。狙いたいんでね。もちろん、もちろん、狙いたい。もちろん僕自身もね、まだまだ上に、まだリーダーなんで、どんどん上に登って、港、代表港の右腕になれるようにね、僕はこれからも頑張っていくので、応援の方よろしくお願いします。あ、めっちゃ真面目や。真面目です。だってリーダーやもん。代表、俺はもう、俺はもうもっともっとバーベキューしたいです。もう雑やね。雑やね。みんなでバーベキューしたいんで。おじさんやん。本当にね、バーベキューさん、あの、本当にみんなお肉焼いてくれるのうまいんで、火起こしの達人ね。あ、でも僕はね、あの、肉とビールがあったらそれでいいんで、また水筒来てください。島な編集点作ればいいから。はい、ということで、沖縄ホストーク、スイート、これから、まあ、3ヶ月しか経ってないですけど、まだまだ、頑張っていきたいと思います。バイバイ。イエイ。ありがとう。はい、この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。
この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしく。めっちゃいいよ。別のやつ考えとこう。ちゃんとしたやつ行くか。はい、この動画を見てくれて、ありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。